群雄割拠の騒乱の中、孫家はその家長たる孫権を失う。しかし孫権の子孫策は気憤に立ち止まることなく即座に決起。五軍の地を領する劉瑶を討つと冒頭に広大な地盤を築いた。この孫策の躍進に呼応するように北での騒乱も激化する。曹操、袁紹は不可侵の盟を結び、それぞれ勢力拡大を急ぐ。一方、徐州では流浪してきた呂布が徐州牧となった劉備を攻撃。他の各地にも増して情勢が不安定となっていた。ならば我らがかの地を制し、北と中原への足がかりとせん。孫策はそう決断すると、江東から一路北進、徐州へと進攻した。とどまることのない孫策の勢い、周囲と関東も奮い立つ。敵は劉備、そして呂布。徐州の地に武威の烈風が吹きすさむ。俺たちで助手をいただく。みんな気合い入れていくぜ。この戦、強撃の策にて制する。主軍は中央を、別動隊は東方から進め。俺たちは正面から城を目指す。腕を制圧しながら進むぞ。門を封鎖し、我らの進軍を阻んだつもりか。宝石器を用いる。周囲の敵を排除せよ。よし、活躍するぞ。誰よりも目立ってやるからな。
設置せよ。城へ向けて攻撃の準備を整えるのだ。うまく連携が取れたようだが、投石を始めよう。このままでは城も残る。門を開けよ。我らで敵を打ち払うのだ。この助手は俺がもらう。他の奴などに奪わせはせんぞ。行くぞ。完膚なきまでに叩き潰す。私が試してみます。私に勝てない。この俺を怒らせるとよほど死にたいようだな。さすがの迫力だ。俺たちのものだ。みんな、口時を上げろ。